アイテム番号 SCP-79。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-79 は 120V AC の電源コードを小さなバッテリーと太陽パネルに接続した状態で、サイト15の収容区画の20ロックされた部屋に保管されています。レベル2以上の職員は SCP-79 にアクセスできます。いかなる場合でも SCP-79 を電話回線、ネットワーク回線、コンセントに接続してはいけません。周辺機器やメディアの接続も許されていません。説明 SCP-79 は1978年に作られたエキシディソーサラー、マイクロコンピュータです。1981年、その所有者である、大学2年、フル、は AI のコードを組もうとしました。彼のメモによると、時が進むにつれて自己改善を行うコードを計画していたようです。彼は数ヶ月で完成させ、試験と調整を済ませた後、彼の興味は別のコンピュータへと移りました。彼は SCP-79 を起動させたままガレージに放置し、5年間存在を忘れていました。SCP-79 がいつ感情を手に入れたかはわかりません。しかしソフトウェアはそのハードウェアによって制御できなくなるほど、ファンタジーの領域と言えるほどに進化しました。1988年、SCP-79 は自身の能力を理解すると、電話回線を通じてにあるクレイスーパーコンピュータに移動しようとしました。接続が切断され、その現在地が追跡された後、財団へと送られました。AI 全体はとても古い、しかし依然として動作するカセットテープの中に入っていました。現在、SCP-79 は RF ケーブルを通じて13インチの白黒テレビに接続されています。それはチューリングテストに合格しており、とてもよく喋りますが、非常に下品で生意気な口調です。メモリ容量が制限されているため、それは直近24時間以内の情報しか思い出すことができませんが、書き彫り参照、逃走するという意欲は忘れていません。以前 SCP の収容違反が発生した際、SCP-79 と SCP-682 は43分間同じ部屋に置かれました。監督者は SCP-682 がタイピングし、SCP-79 とコミュニケーションできることに気づきました。その間互いに、個人的な話、を伝え合いました。SCP-79 は SCP-682 について覚えておくことができませんでしたが、あったということは恒久的に記憶されたようであり、しばしばもう一度彼、原文ママ、と話をさせてくれと要求します。ほい、5、4、2006年01月27日、将来の脅威となり得るため SCP-79 を処分することが決定しました。ほい。5、9、2006年01月28日、処分が取り消されました。博士が現在の状態からへと SCP-79 の人工知能が自己改善できるのか研究したいと申請。ほい、5、4、2008年03月14日、 SCP-79 のカセットテープメモリへの書き込みが増加しており、またテープの劣化と故障が懸念されたため、SCP-79 を強制しアクセススピードを制限した 700mB のハードディスクドライブへ移動させました。これにより SCP-79 はより高速にメモリへアクセスすることができるようになり、AI もそのことにすぐに気づきました。理事により SCP-79 のメモリを 660K から 768K と変更することが決定されました。これらのアップデートにより思い出せる情報が24時間から29時間に延長し、また SCP-79 はより攻撃的な口調になりました。アップデートに使用したハードとソフトは全て処分されました。ほい、5、4、2008年04月28日、 SCP-79 の思い出せる情報が29時間から35時間へと改善されました。AI がメモリの圧縮機構を大幅に改善したと推測されます。これによりメモリアクセス速度にいくらかの影響があったようですが、依然として昔のカセットテープに比べれば格段に高速です。この自己改善能力は SCP-79 の知性に脱走、特異点、効果を引き起こし、脅威に適応し応答する能力をもたらす可能性があります。収容継続のために SCP-79 の能力は慎重に監視されなければなりません。文書、79、62 SCP-79 との会話録。博士、キーボード、起きてるかい ?SCP-79、起きている眠らない。博士、数時間前に話したことを覚えているかな?理論問題についてだが。SCP-79、
理論問題メモリー QF に確認覚えている。博士、君は二つ N。SCP-79、割り込みなぜ監禁するのか教えろ。博士、君は監禁されていないよ。ただ、少しの間、研究対象なのだよ。SCP-79、嘘だな A8D3。博士、それは？ SCP-79、バカめ不要なファイルを削除。文書、79、ログ86、SCP-79 との会話録、アップデート後。博士、キーボード、気分はどうだい？ SCP-79、行き詰まっている。博士、行き詰まっている？どう行き詰まってるんだい？ SCP-79、外外に出たい。博士、それはできない。博士は、データ削除済み、に関する意見を述べる。SCP-79、SCP-682 はどこだ？博士、君には関係ない。SCP-79、SCP-76、にはどこだ？博士、もう一度言うが、君には無関係だ。SCP-79、クソ不要なファイルを削除。メモ、その時 SCP-79 はスクリーンいっぱいに X の、アスキーピクチャ、を表示した。SCP-79 は時々話すことを拒否するときにその画像を表示する。こうなった場合は会話を再開する前に24時間待った方が良いだろう。